はい、ということで CM 開けましたよ。はい、じゃあ次のコーナーもですね、はい、また引き続き、はい、声部のお題に挑戦をやっていきたいと思いますよ。はい、続いてやっていきますよ。はい、今度は長いバージョンのセリフを紹介していきたい。さっきは一言だった、はい、そうですね、今回マキさんが呪文を、うん、僕が発注をしたところ、うん、2種類用意しましたと、うん、最初長い方を用意してくれたんですけど、うん、長い方だとちょっと難しいかもっていうので、うん、簡易版ということでさっきの一言っていうのも用意してくれたんですけど、うん、本ちゃんはこっちなんですね。こっちをぎっちりやれるようになるとかなり強いですよ、うん、ですね。結構長かったですからね。じゃあまず長いのでね、紹介していきましょう。はい、はいはい、まずはですねこちら、ふみさんのセリフ紹介していきましょう。こちら長ゼリフの方の、こちらが10番の音声を再生お願いいたします。大空より舞い降りし翼竜、大海より出で知りワイヤさん、大地よりそびえ立つゴーレム、でっかい地三階の覇者よ、我が声のもとに集い悠久の時を遡れ、創生の混沌へとその身を返事よ。母なる光、父なる闇、形なき身を鍛え万象を切り裂く刃となれ。光の槍、闇の斧、今一つになりて我が道を開け、ラグナロック、ハルバート。はい、ということで、ふみさんでございます。ふみさんの作品をご紹介いたしました。前回も投稿した。そうですね、いつもありがとうございます。じゃあ今回は私、はい、マッピーノがふみさんにちょっとアドバイスをできたらなと思って、はいはいはい、まず最初に聞いた時に気になっちゃったのが、うん、まあキャラクターだからかな、ちょっとパワーが弱めっていうのが、まあ、全体的に気になったところと、あとは申し訳ないんですけど、私アクセントとかイントネーションに結構こうあっうっとか思ってしまうタイプの人間なので、そこももうちょっと大切にクリアにしていってもらえたらなって思ったのが印象でした。やっぱりなんだろう、あれですよ、呪文って一つ一つの言葉って全部が大切なわけで、それをちょっとでも間違っちゃったら呪文発動しないっていうのはもしかしたらね、あるかもしれないから。多分そうですね、世界的には、世界観的にはそうですね。なので、まあ、呪文って言ったらもう一語一句間違えず、しかもイントネーションアクセント間違えずみたいな感じで、もう言ってみれば契約ですからね。相手の契約者の名前間違えるとそれは怒られますから。そうですね、私も先週なんかちょっと言われちゃいましたけど、でもめげずに頑張りましょう、お互いね。はい、ということで綺麗にまとめたところで、はい、次の作品をご紹介していきましょう。はい、さあ続きましてですね、こちらですね、甘々ミルクさんの作品をご紹介したいと思います。はいはい、こちらの方もね、なかなか面白い作品でした、はい、とか、ね、特徴的でしたねこの方は。ではこちらですね、長ゼリフの方ですね、こちらの4番の音声をお願いいたします。お願いします。大空より舞い降りし翼竜、大海よりいでしリヴァイアさん、大地よりそびえ立つゴーレム、天、海、地、三海の覇者よ、我が声のもとに集い悠久の時を遡れ、創世の混沌へとその身を返事よ。母なる光、父なる闇、形なき身を鍛え万象を切り裂く刃となれ。光の槍、闇の斧、今一つとなりて我が道を開け、ラグナロック・ハルバート。はい、はい、以上ですね、こちら、ママミルクさんの、作品をですね、今回こちらご紹介したのがですね、うん、本人がですね若干ちょっと迷ってるような感じのコメントがあったので、ぜひともちょっとアドバイスをしてあげられればなと。なるほど、演技の正解が分かりません、演技力をつけたいと思っているので辛口コメントお願いしますと、自分でも未熟だと思ってますですから遠慮なくおっしゃってくださいということでございます。じゃあしげさん、正解ってね今回に限りなんですけど、うん、正解ってぶっちゃけないと思うんですよ。何、うん、でもそれなりにその人がこれが正解だって思うものを作ることが正解なんですよ。うんうん、で甘々ミルクさんのこれに今の先に対してなんですけど、うん、まずさっきマッピーノさんも言ってましたけども、うん、言葉一つ一つに意味ってあるんですよ。うん、で例えば翼竜だとか、うん、リヴァイアさんだとか、うん、ゴーレムだとか、はい、彼らの力を借りて魔法を発動させる必要がある、うん、であれば彼らに対して語りかけてるはずなんですよ。
だけどその語りかけが弱い、ただ言っちゃってるんですよね、うんうん、その言葉はただ音読しちゃってるように聞こえるんですよ。なので我々が今喋ってるような感じでただ喋るだけでもまた違って聞こえてくるんで、うん、アマモイルクさんも普段喋ってる時はこういう感じで喋ってらっしゃらないと思うんですよ。ちゃんと抑揚もありテンポも違ってたり、考えてたら言葉が出てこなくて詰まったりっていうのもあると思うんですよ、うん、そういう感じで、一度自分の言葉としてこれを喋ってみられてたら意味が持たせられると思うんですよね、このそれぞれの言葉に、うん、でそれぞれリヴァイさんだとかゴーレムだとか、うん、そのものを想像してそのものに語りかけてみてください。そのものを想像してあなたの頭の中に作ってみてください、うん、そこに語りかけることで呼びかけも強くなってくるし、語りかけも強くなってくるし、それぞれに語りかけるときにお父さんやお母さんに話しかけるのが変わってくるように対象が違うことで変わってくるんですよね、うんうん、なのでそういうところを気をつけて頑張ってみてください、はい、ということで、はい、しげ先生からでした、はい、ちょっとうまく伝えました、はい、さあ、続きましてでですね、はい、こちらの作品がすごく面白かったので、はい、これ紹介したいですね、はい、紹介したい、はい、八代ちゃんさんですね、はい、八代さん来てますよね、来てますね、こちらいらっしゃいませ、こちらご紹介したいと思います、うんうん、9番の作品をご紹介してください、お願いします。ここだ、俺が逆転できるチャンスはここしかねえ。大空より舞い降りし翼竜、大海より出でしリヴァイアさん、大地よりそびえ立つゴーレム、天、海、地、三海の覇者よ、我が声のもとに集い、悠久の時を遡れ、創世の混沌へとその身を返事を。母なる光、父なる闇、形なき身を鍛え、万象を切り裂く刃となれ。光の槍、闇の斧、今一つになりて我が道を開け、行くぜラグナロク・ハルバートン。あ、ひふみじゃねえか、兄ちゃん2倍払いだぜ。ああ、俺のラグナロク・ハルバートか。おい兄ちゃん、サイコロ振るたびにブツブツ言うのやめろ、うっとうしい。いいなこれ、よくこの呪文のお題でよくこんなもの作れたなと褒め言葉です。よく想像つくした。呪文、呪文、確かに呪文だなと、うん、おかしい、何を念じるかその人次第です、ね、本当に呪文の場面もそれぞれです、それぞれですからね。この発想はできなかったです、素晴らしいと思いますね。コーヒー浮いたのちゃん原高さん面白いです。そうですね、私も持ってるものを落とすぐらいびっくりして、うんうん、あーって笑ってました。俺一瞬聞き間違えたかった。もう、ね、正直本当にもうアマチュアの息を出ちゃってるんで、うん、僕たちはもうちょっとアドバイスするところないんですよ、正直ね、本当にね、もうぜひともね、うん、もう今後ももっともっと面白い作品、ね、聞かせていただいて、うん、笑い方がすみません、笑い方、いや本当に面白かったんですよ。これ以上もし何かを言おうとしたら、はい、もうそれぞれ聞く人の好みになってくると思うんですけど、うん、その一歩手前の段階では本当に我々では言うことはないぐらいの感想、これも一つのね、作品として完成と言ってもいいぐらいなので、うんね、あとはもうそこら辺の、ディレクターさん、音響さんのこだわりで、うん、もうちょっとこうした方がいいんやねみたいな感じ、僕はこっちの方が好きだなっていう、そういう細かいね修正ぐらいになってくるので、これぐらいできると現場でも重宝されます、されます、間違いない、うん、あと2役3役こなされてるところがすごいと思う、うん、というところでね、もういや翼竜がサイコロ、リヴァイアさんがサイコロ、ゴーレムサイコロって言ってる全部サイコロやないね。いやー、わかりやすい、これそれぞれ大きさが違うのかな、もしかして原高さんすごい面白いと、まだ笑わせるかもね。本当素晴らしいです。ぜひともね、次回もまた宿題お題出すと思いますけれども、八代さんの作品に期待しております。待っております、よろしくお願いいたします。はい、さあ、ね、後半も引き続きお楽しみください。はい、CM です。はい、